鶴岡稲荷神社古墳とは、かつて埼玉県鶴ヶ島市にあった宝墳である。日本住宅公団が川越市と鶴ヶ島市にまたがる地域の宅地開発を計画したことにより、1971年より宅地開発を予定した地域の発掘調査が行われることになった。1973年の発掘調査で鶴ヶ岡1号墳など、 複数の古墳が存在したことが明らかとなり、一帯にはかつて古墳群が存在したものと推定され、鶴岡古墳群と命名された。しかし多くの古墳は、かつての山林を戦後、大規模に、二十歳として造成した際に消滅してしまったと、推定された。鶴岡稲荷神社古墳は、鶴岡古墳群の中で唯一墳球を残していた古墳であったが、 1983年から1984年に行われた発掘調査の後、宅地化され消滅した。現在、かつて古墳があった場所から、南西側約50メートルの公園内に、墳丘、石室、周行が復元されている。鶴岡稲荷神社古墳は、荒川水系小安瀬川北岸の入間大地南園の平坦地にある。 噴系などから鶴岡稲荷神社古墳は7世紀、半ばから後半に造営された終末期古墳と考えられている。入間川南岸にはやはり終末期古墳とされ、上演化方墳の可能性が高い山大塚古墳がある。その他にも鶴岡稲荷神社古墳の周辺には古墳群の存在が確認されているが、開発によって消滅してしまった古墳も多い。 鶴岡稲荷神社古墳は過うじて墳丘を残していたとはいえ、開墾されて茶畑となっていたため発掘調査時には墳丘は原型を失っていた。調査の結果、吹き石として墳丘思想を覆っていたと見られる赤裂が検出され、その形状から墳丘は東西20.5メートル、南北21メートルの方形をしていたと見られる。また、 噴球の外側を断続的に溝状の遺構が巡っているのが確認された。溝状の遺構は南北の辺がやや西側に傾いた方形をしており、溝の大きさと深さもまちまちであるが、周光にあたるものとされる。周光内側は東西約40メートル、南北約53メートルであり、鶴岡稲荷神社古墳は東西20.5メートル。 南北21メートルの噴球部の外側に平坦な祈願場の方形施設を巡らせた東西約40メートル南北約53メートルの規模の豊墳とされる。なお、鶴岡稲荷神社古墳からは埴輪は全く出土しておらずこの点からも終末期古墳であると見られている。復元石室鶴岡稲荷神社古墳の主体部は横穴式石室であり奥が最大幅となる。 はご板状をした、複質構造をしている。全長4.53メートル、内原質の長さ2.58メートル、原質の最大幅は2.40メートルである。奥が最大幅となる、はご板状をした、複質構造直線道の石室は、埼玉県内では、入間大地周辺の終末期古墳に見られる、特徴的な石室である。原質内は一面に、 拳大の大きさの河原石が敷かれ、中央に全長2.14メートル、最大幅0.43メートルの緑泥変岩の寒座が設けられていた。原質と前室の間には緑泥変岩の敷居が設けられ、前室にも河原石の敷石が敷かれていた。沿道と午前域は破壊が著しく不明な点が多いが、前室と沿道間にはやはり緑泥変岩で作られた敷居があり、 墓前域は、葉の字のように広がっていたものと見られている。また、古墳の主体部下は、石室築造前にまず東西6.60メートル、南北7.90メートル、深さは約80から90センチ掘り下げ、半築によって地盤を突き固める掘り込み事業と呼ばれる基礎工事がなされていた。掘り込み事業は、東京都府中市の武蔵府中熊野神社古墳や三鷹市の 天文台構内古墳、そして埼玉県小川町の穴八万古墳など、関東地方の終末期の有力古墳に見られるもので、ある。発掘調査時にはすでに洞窟がなされており、出土品としては、石室内から、釘と見られるてっぺんが10個余り、あとは、周行から弾きが出土したのみである。出土した弾きの形式的特徴からも、古墳の築造年代は7世紀半ばから後半が、 推定されている。鶴岡稲荷神社古墳の特徴としてはまず、方形の墳球の外側に平坦な基壇状の施設を巡らせ、さらにその外側に断続的な修行があるというあまり、他に例を見ない、得意な古墳であることが挙げられる。また、羽子板形をした、複質構造直線道の石室は、埼玉県入間大地周辺の終末期古墳に特徴的に見られる石室である。 7世紀半ばから後半にかけて、共通の石室形式がある、一定の地域にまとまった形で見られる傾向は、武蔵国の他の地域でも確認できる現象であり、表の精度が発足する前後に、地域的なまとまりが形成されつつあったことを示す、現象の一つである可能性が指摘されている。規模的にも、東西約40メートル、南北約53メートルの規模の豊墳は、 終末期古墳としては大きなものであり、鶴岡稲荷神社古墳は当時の武蔵国でも有力な市長が葬られた古墳であると見られている。かつて鶴岡稲荷神社古墳が存在した場所から約50メートル南東の堺公園内に復元古墳が作られている。石室と古墳の高さについては発掘調査で判明した原寸大に、そして墳丘の大きさや周行などは 原寸の2分の1の大きさに復元している。武蔵と相模の古墳、P27、埼玉高校43、P41。ありがとうございます。